スーザン・ソンタグは、アメリカ合衆国の作家、映画制作者、社会運動家。生涯を通じ、アメリカを代表するリベラル派の知識人として、ベトナム戦争やイラク戦争に反対するなど、人権問題についての活発な著述と発言で、オピニオンリーダーとして、注目を浴びた。東欧ユダヤ系移民の父ジャック・ローゼンブラッドと、母、ミルドレット・ヤコブセンの間に、 アメリカ国籍者としてニューヨーク市で誕生した。父親は中国で毛皮の貿易会社を経営していたが、スーザンが5歳の時に結核で死去した。その7年後、母は同じ東欧ユダヤ系のネイサン・ソンタグと親密関係になった。正式には結婚はしなかったが、スーザンとその妹のジュリスはその義父のソンタグ姓を名乗るようになった。ソンタグは アリゾナ州通村を経て、カリフォルニア州ロサンゼルスで育ち、15歳で、ノースハリウッド高等学校を卒業後は、学部生として、カリフォルニア大学バークレー校で学び始めた後、シカゴ大学に転校し、学士号を得て卒業。ハーバード大学大学院、オックスフォード大学のセントアンズカレッジ、パリ大学の大学院で、それぞれ哲学、文学、進学を専攻した。 大学院終了後、アメリカユダヤ人委員会の帰還し、コメンタリーの編集者となった後、コロンビア大学などで哲学講師となる。その傍ら、1963年に小説、恩恵者ザ・ベネファクターで作家デビュー。1966年には、初の評論集、反解釈アゲンスト・インタープリテーションを出版。同作における写真家、 ピーター・ヒュージャーが撮影した印象的なカバー写真は、ソンタグが、ザ・ダークレディ・オブ・アメリカン、レターズとしての名声を得るのを後押しした。2004年12月28日、骨髄異形成症候群の合併症から、急性骨髄性白血病を併発し、ニューヨークで死去。71歳をつ。彼女は30年間、進行性乳癌と、子宮が癌を患っていた。遺体は、 パリモンパルナスの共同墓地に埋葬された。シカゴ時代の17歳の時、ソンタグは社会学者フィリップ・リーフからの熱烈な求婚を受け、結婚。8年の結婚生活を経て1958年に離婚した。ソンタグは晩年1989年に出会った写真家のアニリー・ボビッツと交際していた。息子のデイビッド・リーフは アメリカの出版社フェラーアストラウスジルーで、ソンタグの担当編集者となった後、作家、制作アナリストに転身した。ありがとうございます。